義民碑。義民4人衆が処刑された場所に建てられている。新本義民騒動は、江戸時代において、備中国下道群で起こった、農民一揆、民衆騒動である。この事件で犠牲となった4人の村民を義民4、人衆と呼ぶ。岡田藩五代目、藩主伊藤町、旧の時に起こった。江戸時代の慶長二十年七月、岡田藩初代藩主、伊藤町美が、 半領の備中国重化村にある村民の共有林である入海山を順次取り上げ半有林としていった。岡田半領であった同国下道郡新城村、本城村においては1661年頃より入海山の半有化が行われた。半川は山を造林し、留山として村民の入山を禁じた。さらに、約50年後の1716年頃には、 残されていた共有山であった、新城村の太平山、本城村の春山の大部分を取り上げた。また、造林を伐採し、割り木、溶剤とし、それを、班長のある道群岡田村まで運搬することを村民に命じた。それに伴い村民に支払われる運賃は、一打四分五輪という低い額であった。低賃金の上、重労働。 農作業その他生活の時間が奪われることになり、生活に支障をきたす事態となったため、新庄、本城両村民は会合を開き、止め山とされた山の返還と割り木、溶剤運搬の中止を嘆願することを決意。それらを主な内容とした参加条の嘆願書を作成し、共放2年にハンガーへ提出した。しかしハンと村民の意見は対立した。この事態に、 道軍川辺村の蔵鏡自住職など指揮者が仲裁を行い、数度にわたるハンガーと村民側との話し合いが行われた。結果、一部の山を解放し、下草を取ることが許可された。同年3月15日、村民側は会合を開き、解放に政権があることに不満があるも譲歩し、これを受け入れた。しかしながら村民は、 全都名山の解放を求めることを誓い、新門聖書を作り、鎌で切った指の地で署名し、これを本庄村にある東海山の大岩の下に埋めたと言われる。4月14日、住職等の協力のもと、藩と村民の間に正式に調停が成立。役人が来村し、山の引き渡しを行った。翌教法3年、藩側が解放許可された山において、 許可していない木々の伐採行為が行われていることを疑い、取締りを強化。同年12月30日に討伐が発覚。藩は討伐調査を行い、討伐者の出頭を命じた。しかし、村民からは誰一人として出頭するものはなく、藩と両村民は激しく対立することとなり、昭屋が投獄される事態になった。村民は、江戸の屋敷にいる藩主、 伊藤町9に直訴を決め、松森六蔵、荒木神右門、森脇木宗寺、河村仁右門の4人を村民代表として選出、要求書を持たせ、同年2月13日に江戸の藩主のもとへと派遣した。数日後、4人は無事江戸へと到着し、藩主への要求書提出を成功させた。単元要求は、ほぼ内容通り実現されることとなったが、 それと引き換えに4人の村民代表は、繁盛の罪により処刑、その家族は、国外追放、さらに財産没収及び家屋取り壊しとなることとなった。共法3年6月7日、新本川の飯田屋が、去年は、それぞれ六蔵 77, 陣営門 44, 木曹寺 36, 二栄門44だったとされる。なお、処刑こそ逃れたが、 罪に問われた者は多く、60名弱に及ぶ。村民は4人を義民と呼び、厚く弔い、それぞれの出身地、に重門は本城村と井田集落、他の3人は新城村小砂集落内に墓を建てた。現在も墓が残っている。義民者は、新本義民騒動で犠牲になった義民4人衆に深い感謝と哀悼の意を示し、その霊を手厚く弔うために、騒動後に、 新城、本城両村民が混流した祠神社である。現在の総社市立新本小学校の裏手にある山麓に鎮座している。毎年、義民祭の前夜と当日朝に、社前祭と呼ばれる儀式が行われる。義民碑は、総社市新本地区停電にある石碑、記念碑である。岡山県道80号上高杖総社線沿い、新本川北岸沿いにある。 移民四人衆が処刑された、新本側の飯田屋側に、四人の霊を慰め、その功績を称え、後世に残すために村民によって建立された。現在のものは近代に建て替えられたもので、字は犬飼い武氏による。詳細は、移民祭を、参照期、受け岩は、総社市新本の十日山にある岩である。教法2年3月15日。 岡田藩の提示した制限付きの乙女山解放を、新本村民が会合を開き、不満があるも譲歩しこれを受け入れた際に、将来の全乙女山返還を目指すことを決意し、新聞聖書を作成しかまで切った指から流れる地で、署名し、これをこの岩の下に埋めたと言われる。この行為は、固い決心と結束を表したと言われ、このことから現在この岩を休憩岩と呼んでいる。 ありがとうございます。